石油業界は、国内石油需要の構造的な減少に直面し、極めて厳しい経営環境にあります。両者グループの経営資源を結集させて、強靭な企業集団を構築することにより、企業価値の最大化を図っていくが必要と両者はこの夏ごろから意見交換を始め、 今回全面的な統合に向け協議を始めることで合意しました2017年4月に新しいグループを発足させる予定です統合比率や新会社の名前などは今後検討しますがエネオス、エッソ、モービルなど両社のブランド名は統合後も当面は継続して使用するとしています製油所の統廃合などによって5年以内に 1000億円以上の収益改善を見込んでいます石油業界は今後も国内需要の減少が続く見通しで両社は統合によって海外進出や新規事業などを加速させ競争力を強化する方針です